ニレゲン駅は、富山県富山市、ニレゲンにある、西日本旅客鉄道高山本線の駅である。ホーム端式ホーム一面一線を有する地上駅である。傾斜面上にあるため、ホームへは階段を上る必要がある。かつては、相対式ホーム二面二線の列車交換可能駅であったが、急下り線の線路は、 撤去されており、ホームへ通じる地下道は閉鎖されている。ただし、その下りホームは残存している。北陸広域鉄道部管理下にある無人駅である。木造の駅舎は1989年3月18日に竣工したもので、1930年の開業以来、用いられていた駅舎が老朽化したために、西日本旅客鉄道金沢支社の無人駅、 老朽駅社改築事業の一環として建てられた。平屋建てであり、広さは旧駅舎に比して約3分の1の50.1平米を有する。また、駅舎内には待合室があり、また除雪用具を入れる倉庫と便所を有する。1969年5月21日撮影のニレ現役周辺航空写真あたり駅における貨物取扱いは、 1959年11月1日に、専用線発議車扱い貨物に限定され、その後1960年8月1日には、配達取扱いが廃止になり、1969年10月1日に、手荷物及び小荷物とともに、取扱いが廃止された。1951年12月15日付、鉄道広報第732号通報。 専用線一覧について別表によると、当駅接続の専用線は次の通りであった。1953年10月10日付、鉄道広報第百2 5 4号通報専用線一覧別表掲載中、当駅接続の専用線は次の通りであった。1967年7月1日現在における、当駅接続の専用線は以下の通りであった。 日本国有鉄道貨物局が編纂した専用線一覧表彰は45年10月1日には東駅接続の専用線は記載されていない。富山県統計年間と富山市統計所によると近年の1日平均乗車人員は以下の通りありがとうございます。